高校の頃の話。高校2年の夏休み、俺は部活の合宿で某県にある山奥にある、合宿所に行くことになった。現地はかなりいい場所、周囲には500メーターから700メーターほど離れた場所に観光地のホテルやコンビニとかがあるだけで、他には何もないけれど、なんか俺たちはすごくワクワクしてはしゃいでいたのを覚えている、その日の夜のこと、暇を持て余していた俺たちは顧問の先生の許可をもらってコンビニまで買い出しに行った。ワイ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 騒ぎながら10人ほどで外に出て歩き始めると、昼間はそちらの方に行かなかったので気づかなかったが、合宿所の裏手に家らしき建物があるのが分かった。その建物に明かりはついていなかった。多分空き家か、なんか民家っぽいけど別荘かなんかじゃないかと思われた。友人が調子に乗って、後で探検行かねえ、そんなこと言い出した。あんまり遅くなると顧問の先生に怒られるし、ひとまず買い出しを終えてから合宿所内で今後のことは考えよう、そんな話になった。コンビニで買い出しをして合宿所に戻る途中、後輩の一人が変なことを言い出した。例の建物の玄関がちょっとだけ開いてて、そっから子供がこっちを覗き込んでたよって。俺たちはいや、そんなベタな手に引っかかるかいと後輩をおちょくった。後輩が真顔で、いやマジで見たから。そういうのでみんなちょっと気味が悪くなって、家が見えるところまで確認に戻ったけど、ドアは閉じていて人の気配もなくて特に異常はなかった。俺たちは後輩をおちょくりながら合宿所へと戻っていた。合宿所へ戻ってから2階の廊下から外を眺めてみると、例の家の1階部分が木の間からわずかに見えた。俺が友人とあっこに見えるのそうよななんて話をしていると、家のドアがわずかに開いて、暗くてよくわからないけど子供らしき人影が頭だけをドアから出してこっちを覗き込んでる。ねっと俺と友人は同時にその光景を目撃して沈黙した。その後最初に口を開いたのは友人、おいあれって。友人はかなり動揺しながらそう言った。俺も恐怖というよりあまりにも唐突なことで思考が停止しまっていて、子供こっちに見てるよなとしか返せない、その時後ろの部屋から笑い声が聞こえてきた。俺と友人はその声にびっくりしてハッと我に返った。そして俺は、いやこれやばいよな、バッチリ見えてるよな、そう言うと友人が、俺ちょっと携帯持ってきて写真撮るわ、自分の部屋と戻っていた。すると騒ぎを聞きつけて何何と合宿所にいる生徒、他の学校の生徒もいたので総勢60人ぐらいが合宿所にいたんだけど、そのうちの半分ほど30人ぐらいが2階の廊下に集まりだし、結構集まってきた。子供らしき人影はまだドアから顔のみを覗かせてこっちを見上げているように見える。廊下は大騒ぎ、とうとう顧問の先生たちも何の騒ぎだとやってきた。第一発見者の俺と友人が事情を話していると、窓から外を見ている生徒の何人かがあっって声を上げ、かろうじて聞き取れる音でパタン、ドアの閉じる音がした。顧問の先生たちが外を見る頃にはドアは閉じられていて人影もなくなっていた。何もない林と明かりもついていない家らしき建物がそこに見えるだけ。当然先生たちは信じてくれなかったけど、ノリのいい若い先生2人が一応確認しに行ってくれることになって合宿所の裏手へと回った。俺たちが窓から様子を見ていると懐中電灯を持った2人が現れ、家の玄関のところで何かをしている。どうやらドアが開くか調べているようだが、どうやら開かなかったようだ、その後誰かいますか？声をかけたりしてたけど反応がないらしく5分ほどで戻ってきた、その後何人かが携帯で撮影した画像も証拠として出したんだけど、所詮は携帯の画質、真っ黒な画像が映っているだけで証拠にはならない。俺たちは先生たちにもうお前らさっさと寝ろ、ね、怒られて自分たちに割り当てられた部屋へと戻っていった。その夜なんか中途半端でモヤモヤして眠れない。俺たちがこれから確認に行くか、それとも昼間行くか、どうする、そんな話し合いをしていると部屋の窓がドン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 、窓の外に人影が見えるんです。俺たちはさっきのこともあってビビりまくってると、外からおい開けてくれ、声が聞こえるんです。カーテン開けた。そこには昼間仲良くなった他の学校の生徒5人がいた。ほう、この5人組どうやら窓の外にある20センチぐらいの幅の出っ張りを伝って、俺らの部屋までこうやってきたらしい。すごいな。5人を部屋の中に招き入れると、どうもやつらも俺らと同じ話をしていたらしく、これから例の家に行くことにしたから一緒に行かない、誘いに来た。俺たちもそれで決心がついたので、これから肝試しに行っちゃうみたいな、そんな話になった、メンツは
うちの学校からは俺 A や B た他の学校から、うん、C ひろ D ゆき、うん、E すけこれめんどくさいのでもうね、はい、あの ABCD でね行きますね、はいはいはい、他のやつはなんだかんだと理由をつけて結局来なかった、うん、俺たちは5人が通ってきた窓の出っ張りを伝って外に出ると、うん、先生に見つからないように一旦道路に出て、うん、そっから大回りをして問題の家へと向かう、はい、一応家の周りは合宿所の2階廊下から丸見えだったので、うん、残ったやつの何人かが異常があったら廊下から懐中電灯で合図してくれるという計画になっていた、うんうん、家の前についてみるとさすがに不気味、うん、遠目には分からなかったんだけど壁には苔が生えているしあっちこっちにツタがこうねぐるぐる絡まっていると、うん、しかも外から見える窓っていうのは全て板が打ち付けられていて、だいぶ長いこと放置された場所のようだ、うん、最初 C と A と B が家の周りを確認しに行ったんだけど俺が開かないことは分かっていたが、うん、何気にドアノブを回してみるとすんなりガチャ開いたんですね、うん、急いで3人を呼び戻して俺たちは中へ入った。中に入ると夏場ということもあってもう湿気がすごくてカビ臭いんですよね。なるほど。で家の中をこう探索していくともうホコリっぽいし、うん、カビ臭いし、でもね室内荒らされた様子がない、しかも家具もなくて、うん、やたら広く感じるんです、はいはいはい、で1階をまず探索、うん、で E がねなんか2階から笑い声したよなって言い出すんですよね、はい、で俺たちは耳を澄ましてみるけど別に笑い声は聞こえない。うん、E に気のせいだろってねこう言ったんですけど E はどうやらめちゃくちゃ気になってるらしく、うん、ちょっと見に行きたいって言い出すんです、うん、でもまだ1回の探索も終わってないから、うんね、こう仕方なく3人ずつのグループに分かれて、うん、片方は1階でこのもう片方は2階、なるほど、こう探索でこう分けることにしたんですね、はい、でグループ分けは簡単、同じ学校の俺 AB そのまま1階、うん、はいはい、でね CDE 別の学校のやつは2階ね、うん、で何かあったら階段のところで集合しよう、はい、そういった形で分かれた、うんうん、しばらく探索していると2階から突然なんか笑い声聞こえます。しかもなんか明るい感じでね、うん、ってね、こう笑ってるんですよ、うん、ですぐにね E どうしたどうしたおい、うん、C と D のなんかちょっと焦ってる狼狽したような声聞こえてくる、ね、おうおうおう、で俺らが慌てて2階に上がってみると、うん、一番奥の部屋に3人はいたんですけど、うん、笑い声の主であるこう E がですね窓の方を向いてまだハハハハハって笑ってるんですよ。どうした。でその横に C と D がいて真っ青な顔して E を揺さぶったりほっぺた叩いて、うん、正気に戻そうとしてる。でもただことじゃないと、もう俺らも慌てて3人のところに行って、で前に回り込んで E の顔を見た時に、うん、俺らが今この状況で置かれている深刻さに初めて気がついたんですけど、うん、E は本当におかしそうに笑い声を上げてるんだけど、うん、顔は無表情なんですね。あー怖いね。でしかも目から大粒の涙流してるんです。この表情この状況で涙流してなら、怖いって言ってるんですよ。怖いって。でなんかくせえなと思ったらどうやら漏らしてるんですね。湿気にしてる、うん、で E はまるで俺たちのことが見えていないかのように泣きながら笑い続けている、うん、で俺たちが狼狽して E に呼びかけているとその場で一番冷静だった B が、うん、とりあえず E はこのままにしておけないから合宿所まで運ぼう。あ、まあまあまあ、で俺らはこう E の手足と肩を持って外へ運び出そうと1階まで行ったんですね、うん、がそこで問題発生、うん、ドアを開けようとした B が声を震わせながら大声でドアが開かねえ。俺らは E を廊下に下ろして、うん、みんなでドア開けようとしたけど、うん、さっきは簡単に開いたドアが今はびくともしない、うん、6人の中で一番体がでかい A がドアにタックルするけどまるで開かない、で俺らはもう軽くパニックになってで顔を見合わせていると2階からかすかにホッ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 、気持ち悪い気持ち悪い、まるで抑揚のない機械的な声というか、うん、音みたいななんか笑い声というかね、うん、それが聞こえてくるんですね、うん、で E はまだ床にね寝転がされたまま、うん、まだ笑い続けてるんです。あ、まだ笑ってんのか。でもね一刻も早く外に出ないといけないじゃない。そうだね。でそう考えた俺はね1階のリビングがガラスの差しのみなんですね、はい、それに気づくんです。で、うん、割ったら出れそうなことを思い出して、うん、で4人それ伝えてリビングへ行くんですね。でその時ふと俺は階段の上を見てもう絶句したんですけど、うん、階段の踊り場の少し上のところから子供の声が聞こえてくるんですよ。子供が
で子供が覗き込んでて月明かりが逆光になってて表情とかは分からないけど顔のサイズ髪型だからさっき覗いてたあの子供やと分かったんですよ。そう、で相変わらずそれは何なのマジで声も聞こえてくるんです、うん、どうやらこのホッホッホッっていう声の主、うん、この子供から聞こえるんです。出てるとそこからね、でもなんかおかしいんですよ、違和感があるんです、うん、ですぐに違和感の正体に気づくんですけど、子供は階段の手すりからかなり身を乗り出しているはずなのに、うん、え、なぜか頭しか見えないんですよ。ほう、あれだけ乗り出したらこの辺見えてんすよ、肩ぐらいは、ね、出てくるよね、どうしても ね肩あったら見えててもいいはずなのに。で俺がそんなこと考えながら階段の凝視したら、うん、C がですね、俺何してんだ早く出ようぜみたいな、うんうん、で俺の腕を掴んでリビングへと引っ張ってったんですよ。なるほど。で俺には一瞬のことに見えたけど、どうも残りの4人が E をリビングへ運び込み、窓ガラスを割って打ち付けてある板を壊すまで、うん、ずっと俺は上の子供を見続けてたらしいんですよ。あ、それもおかしいね。俺はもう何が何だか分からずに、とりあえず逃げなきゃいけないっていうみんなでね、はい、逃げなきゃいけないとこみんなでいいよ担いで外へ出た、うん、で外へ出たにもかかわらず、うん、もう家の中からずっと聞こえるんですよ。でもう俺らは E を担いで、うん、でね D が合宿所へ先生を呼びに行って、はい、で E は救急車で運ばれていったんです。おお、そうなんだ。まあ怒られますよ先生。それはそうでしょ、これはね。でこんな事件があったので、もう合宿はその日で中止、うん、で帰宅準備をしていた昼頃に10台ぐらいの数の車がね合宿所にやってきたんです、うん、中から20人ほどのおじさんやおじいさん、どうぞこんなに大量に来ちゃっていいんすか、ありがとうございます。ね、あと地元の消防団らしき、ね、人が降りてきて、うん、顧問たちとこうなんか話をしてるんですね。で合宿所の裏に回って、うん、例の家あったでしょ、あの家の周りにロープでこうね、うん、こう張って柵みたいなものを作り始めると。で俺ら何事かと聞いたんだけど、顧問の先生たちは何も教えてくれない、そのままバスで地元へと帰った、はい、E は結局2日ほど入院していたけど、うん、その後どこか別の場所へ運ばれて、4日後には何事もなかったように帰ってきた。あ、帰ってきたんだ。後から事情を聞いてみると、うん、E には家に入ったところから昨日までの記憶がもう何もないんです。で E が帰ってきた日の夜に、俺が自分の部屋で寝転がって携帯でねメールしてたら、一瞬わこれは一番やだ、声が聞こえた気がしたんです、はい、でびっくりして、でカーテン開けて外見たけど、いつもの景色で何もないんです。あ、気のせいだと、うん、で起き上がったついでに1階にね飲み物取りに行くことにしたんですって、はいはい、で俺の家っていうのは L 字型になってると、うん、で実質は車庫の上に乗っかかるような形になってるんですね、うんうん、でねこう冷蔵庫からペットボトルのお茶を取って、うん、2階へ上がるとちょうど階段上がったところの窓のカーテンの隙間から、うん、わずかに実質の屋根の部分がちょっとだけ見えたんですね。なるほど。あれなんかいるな、屋根の上に。この前あんなことがあったばっかりのだけにめちゃくちゃ怖いじゃないですか、うん、神経過敏になってるね。でね窓からカーテンをちょっとだけ開けて外の様子を覗いてみると、うん、屋根の上に和服を着た子供が両手を膝の上に揃えて正座しているのが見えたんですよ。うわ、それだけでも異様な光景なんですけど、それだけじゃないんですよ。子供は体を少し前かがみにして下を覗き込むような姿勢なんだけど、うん、首のあるはずの部分から細長いまっすぐの棒のようなものが1メーターほど伸びてて、それでその先にある頭が俺の部屋の窓を覗き込んでるんですよ。いや怖っ。で分かりづらいけどこんな感じだったんですって。ああ分かります、なんとなく。声もね窓越しにわずかに聞こえてくるんです、はい、もうあまりの出来事にもう声も出せなくて、うん、で後ずさりするしかなくてもう1回降りていったんですね、うん、で寝ている親を起こそうかなと思ったんだけど、これで起こしてあれがもしいなかったらめんどくさいじゃないですか、うん、説明もできないね。そうそう。でその時なぜかそう思った俺はそのまま1階のリビングで徹夜しようと、あ、うん、確か朝4時過ぎまで聞こえたんですね、うん、で翌朝恐る恐る部屋に戻ってみたけどあれはいなくなっていて、実は何も特に変わった部分はなかったんです、うん、あ、よかったね。でその日の昼、自宅の電話に顧問の先生から電話があった、うん、この前の件で話があるからすぐに来い、昨晩のこともあった俺は嫌な予感がしながらも大急ぎで学校へと向かった、うん、学校へ到着すると生徒会などで使っている会議室にすぐ呼ばれたんですね、うん、で会議室に行ってみると A、B、
あと他の学校だったら C と D まで行けるんですね。でさらにうちの学校と C たちの学校の顧問の先生たち、それと見たこともないおじいさんが、ありがとうございます、ありがとうございます、数人いたんです。あ、最高っすね、数人いるの。でね、顧問の先生のうち一人が話し始めたんですけど、うん、まあ、これを要約してみると、うん、E にまた同じ症状が出たらしく、あ、マジで、とある場所に運ばれていったと、うん、で俺たちに昨夜おかしなことはなかったかって聞いてきたんです、うん、だから俺はすぐさま、うん、昨日のねあれ、うんうん、あの深夜になんか変なのが俺の部屋を覗き込んでるのが見えたんですって言うたんですね、うん、で A、B、C、D には特に異常はなかったんです、うん、そしたら C が、いやそういやさ、お前なあの家の中で階段の上眺めながらぼーっとしたよな、あれ多分関係あるぞって言うんです、うん、そういえば俺はあの時のことを思い出した、みんなにあの時さ変な笑い声みたいなのとなんか子供の姿見たよなと聞いてみたんです、うんうん、でもみんなは声はずっと聞こえたけど、いやその子供の姿は最初のドアのところで見たきりで、うん、家の中では見てないよ、そうなんだ。で俺たちがそんなやり取りをしているとね、うん、さっきまでずっと黙っていたあのおじさんがね、はいはい、事件の詳細を話し始めるんです、うん、今日多いっすね、周平ストップ、周平ストップですこれが皆さん周平ストップね、周平ストップ流行れへんかな、ここは流さないだろ、いや多分使います、使うのかよ、これ使わないだろ、ここは多少周平ストップっつって好きなんでしょこういうの怒られるさっきまで黙っていたおじさんが事件の詳細話し始めたんですけど、はい、これめちゃくちゃ長かったんでちょっと要約します、はいはいはい、俺たちが出会ったのは氷瀬と呼ばれるものらしい、氷瀬、これはあの土地特有の妖怪のようなもので、めったに姿は見せないけども、稀に妊婦や不妊ね、不妊治療されているような方の家の屋根に現れて、笑い声を上げるんですって、はあ、そうすると妊婦は安産し不妊の夫婦には子供が生まれるという、非常に縁起のいいもの、いいやつじゃん、ただし理由は全くわからないけど、うん、数十年に一回なぜか子供を襲い取り殺してしまうという厄介な存在でもある。なんでですか。ちなみにあの家は全く曰くも何もなくて、ただ氷瀬が偶然現れただけの場所なんですね、うん、で氷瀬が子供を取り殺そうとした場合、うん、それに対する対抗策があって、はい、氷瀬が最初に現れた場所ね、あの場所に結界を作って封じ込めて、うん、簡易的な祠を作って祀ることで殺されるのを防ぐことができると。だから合宿所から帰る直前ね、うん、俺たちが見たのはその封じ込め作業だったんですね。あ、なんかね、縄をやったりとかね。でそれはおじさん続けて、ただ今回は何かがおかしいんだってそう言うんです、うん、普通祠を作って祀ったらそれで終わりなの、うん、でも今回はどういうわけか氷瀬に逃げられたと、うん、で E がまた被害に遭って、しかも今度は俺のところまで、ね、うん、現れてると、うん、それにそもそも現れるだけでも珍しい氷瀬が自分たちの村とその周辺以外に現れるっていうのが前例がないんです、うん、そうなんですね。その前例がない上に氷瀬が前回子供を襲ったのは20年ぐらい前で、うん、次に出てくるのは早いんだって。ただおかしいおかしいっつっても現実にもう目の前で起きてしまってるからもう仕方がないと、うん、俺たちは学校で村から来たお坊さんに簡易的なご祈祷していただいて、うん、で、お札をもらって君たちはもうこれ大丈夫だからって言われて返された、うん、ちなみに E に関してはしばらくお寺で預かって様子を見てもらうと、うん、でその間でもう一度祠を建てて氷瀬を祀ってみると、うん、なるほど、うん、で学校から返された俺らはおのおの迎えに来た親に連れられて帰る予定だったんだけど、うん、話し合ってね、ひとまず学校から一番近い俺の家に全員で泊まろうと、はいはい、まとまってた方がいいんじゃないかっっ、ね、安全じゃないか、ね、で、まあ、大丈夫だって言われてもやっぱ不安だからね、うん、だからこう心細いし一緒にいようっつって、それがいい。でその夜、うん、俺たちが部屋でねゲームしたわけですよ、はい、ね、ピコピコピコでねゲームしてたら、うん、コン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 、規則的に窓叩こうとかするんですよ、うん、でさっき説明した通り俺の部屋っていうのは車庫の上にあるんですよ。で壁も垂直だからよじ登ってきて窓叩くなんてまずできないんです、はい、でもその窓は昨晩例の子供が覗き込んでた窓なんですよ。そうなると、状況が状況だけに全員もう怖いんですよ、ね、顔こわばらせて、うん、でそのうちにリータがね強がってね、んだよなあさすがにいないよそんなことっつって、いたずらでしょ誰かの、いや風みたいな、ね、そう言いながらカーテン開けようとしたんですよ。おいおいおい、でも慌ててビータにね事情を話して、うん、カーテン開けるの踏みとどまらせたんです、うん、でもその間もコン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 、そしたら D が、う
いやでもやっぱ正体確認した方がいいだろ。わからんままのが怖い。いやまあ確かにね、なんかその通りな気もするじゃない、うん、ね、正体分かった方がまあ、まあ難しいね。ね、なんかわっけわからんものが一晩中窓を叩いてる状況にまず耐えられないと、ね、うん、で俺たちは階段のところまで移動してカーテンを少し開けて隙間から俺の部屋を見てみたんです。いたんです。いたんかい、昨日のあれ。なるほど。やっぱり昨日と同じように首をこうね棒でこう伸ばしてきて、で窓から俺の部屋を覗き込んでるんです。で時々コン、うん、コンってね、これね、あの手でノックしてんじゃなくて頭をコン、あーそっちの音だったんかい、コンってやって、はい、合間でねホッ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 、あの笑い、ものすごく気持ち悪い。音の正体っていうのはこれだったんですね。で異様な光景ですよ。で、うん、昨日は気づかなかったけど、あれは子供というより和服を着た人形のようだったんですね。うん、頭が窓にぶつかる音も人間の頭がぶつかって鳴る音じゃないんですよ。中身が空洞の人形の頭がなんか壁とかに当たった時に出るような音なんですね。うんうんうん、で C が表設定今日もう一回封じ込めたのちゃうのみたいな、うん、ボソって言ったんです。そしたら俺の親父が騒ぎに気づいて、うん、お前ら何やってんだっつってね階段上がってきたんです、うん、でその時にその子にびっくりした A が思わずですね、うん、腕を窓にぶつけてもうたんです。わドーンってね、大丈夫かな、大きな音立ててもうたんですね、うん、でそれの棒の先にある頭だけが、うん、カクンっていう感じでねこっちを向いたんです、うん、で俺らはその顔をはっきりと見たんです、はい、でそれはおかっぱ頭で笑顔の人形だったんです。ほう、ただしただの人形じゃないんですよ、うん、顔は人形特有の真っ白な肌なんですけど、うんうん、笑顔のはずの目っていうのは中身が真っ黒、目玉がないんですね、うん、で口も同じ、唇らしきものもなくて、うん、ぽっかり空洞の真っ暗な三日月状の穴がこうね開いてるようなみたいな感じでね、でそれでも目や口の曲線でにっこりという感じの笑顔が、ね、こう分かるような感じだから余計にもう気持ち悪いと、うんうん、で親父がだからお前ら何やってんだってこうね、うん、窓のところに来てカーテンをシャッと全開にすると、うん、それはさって屋根の、ね、あ消えたんだ、陰に隠れた、隠れたの、ね、見えなくなったんです。で親父にも一瞬何かがそこにいたのは分かったらしいんですけど、うん、親父ね慌てて1階に降りると携帯でどっかに電話し始めたんですね、うん、どうやら昼間は祈祷してくれたお坊さん、あとおじさんたちに ね、うん、ねこう連絡して交換してたから、はい、であと顧問の先生のところにも電話してた、うん、でその後陰に隠れたねあいつ、それですよね、うん、それは二度と姿を現さなかった。で朝になって昨日のおじさんたちや顧問の先生がねこう家に来るわけですよ、うん、でも異常事態じゃないそんなね、うん、で全員を合宿所近くにあるお寺まで連れていくと、うん、で、それぞれの親もね俺の家に来たんだけど、うん、おじさんがね被害がさらに拡大するといけないから親御さんは来ないでくださいと、行くのは子供たちだけなんです。なるほど。で俺たちは昨日のまま車に乗せられて、うん、でもう出発するわけですよね。で昼前にお寺に到着するんです、うん、で寺に入るとジャージ姿でげっそりした感じのあのイーがいるんです。でイーが俺らを出迎えてくれて、うん、で本堂に入るとお坊さんと昨日のおじさんが、まあ、昨晩のね出来事をちょっと教えてよと、うん、しかも詳しく教えてくれってね、はいはい、で俺たちが順番に状況を話してると人形の姿の説明のところでおじさんが、うん、ちょっと待ってくれ、うん、止めてきた。人形首が長い、何の話をしているんだ君らは、うん、聞いてくるんですよ、うん、ね、見たもんで俺たちが昨日見た人形の姿をもう一回説明するんですよ、うんうん、そしたらお坊さんとねそのおじさんが、うん、いやこれな表世じゃないぞ、どうなってんだこれは、うん、いやおかしいと思ったんだ俺も、うん、いろいろと辻褄が合わないんだよ、そう二人で話し始めた、はいはいはい、でしばらく話し合った後俺らの状況を説明してくれたんですけども、うん、結論から言うと表世に取り憑かれていたというのは全くの勘違い、どうも俺らにつきまとっているもの正体は全く別の何か、そうだったの、いや今更それはないだろうとね、そうよね、子供たち思うわけで、うん、でおじさんが続けるんです。最初状況を聞いた時、うん、子供のような姿、笑い声、うん、生徒がおかしくなって笑いながら泣いている、うん、村の近く、その状況から表世だと思ったんだけども、うん、どうも今詳しく話を聞いてみると表世の仕業と症状は似てるけども、うん、姿形がまるで伝承や過去の目撃証言と違うと。なるほど。でそもそも表世っていうのは子供くらいの姿をしたもうケムクジャラのね、うん、猿みたいな姿してるんです、で服も着てないし、おかっ、今日ですね、今日ですよ、
さんが多いっすよね。そもそもヒョウセっていうのは子供ぐらいの姿した毛むくじゃらのね猿みたいな姿してるんですよ、うん、で服も着てないしもう髪型もおかっぱじゃないんですよ、うんうんうん、当然ね、うん、首も伸びたりするわけじゃないんですよ。なるほど。で笑い声もね俺たちの聞いた笑い声あったでしょ、はい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 、あんな笑い声じゃなくて、もう猿なんですって、うん、で俺たちはもう途方に暮れてしまったと、うん、ぶっちゃけこの寺に来たら全部解決すると思い込んでたのに、そう、ね、なんかもうわっけわからん方向に進んでるじゃないですか、うん、で室内も重苦しい雰囲気になっててみんなこう沈黙状態が続いてると、うん、そしたらお坊さんがこう言ってきたんです。とりあえず何か良くないものがいるのは間違い、少し離れたところにこういうことに詳しい住職がいるのでその人を応援に呼んでくる、しばらくみんな座敷で待っていてほしい。そう言うと車に乗ってどっか行ったんですね、うん、で俺らは座敷に通されて、呆然ですよ、うん、はっつって、でおじさんはしきりにどっか電話してる、うん、でねこう電話しながらもちょっと揉めてんですよね、うん、で夕方になってお坊さんがねあの例のお坊さん連れて戻ってきたんです、はいはいはい、で戻ってくると同時にさっきのおじさんが携帯を片手にえらいことになったーって走ってきたんです。何えらいことになったー、どうしたの。話聞いてみたらどうやら村の子供が一人E と同じ症状、同じ症状で苦しんでるところ発見されたんですよ。でこれからこっちに来るっていう、連れてくるっていう。なるほど。でこの寺のねお坊さんが俺らにね、うん、とりあえず後で話をするからひとまず君たちはさっきの座敷で待っていてくれと、またか。で大当てで2人で本堂の方へと歩いていくんですね、うん、でそれから15分ほどしたワゴン車が来てで車の中から、E の時とね同じように、はいはい、って言いながら涙流しの子供が ね、うん、ねこう大勢の大人にね抱え上げられながらで笑い声を上げる以外こう身動きとしないです。いや怖いってそれもな。で中学生ぐらいのね子供が運び出されて連れてかれて、でしばらく本堂の中からずーっと笑い声、うん、聞こえながらそれとともにお経を読む目を声が聞こえてたんですね、うん、で10分ぐらいで収まって静かになって、でさらに15分ぐらいしたらお坊さん2人が俺らの座敷に入ってきて説明してくれたんですけど、うん、さっきの子供の方は消耗が激しいから本堂に布団を敷いてそのまま寝かせていると、うん、で応援でやってきたお坊さんがね、説明してくれたんですけども、どうも話を聞いた感じ、さっきの子供の様子、うん、でそれらから言うと幽霊や妖怪のようなものが原因じゃなくて、うん、何かしらの呪物が原因じゃないかと、呪物、特に根拠があるわけではないけども感覚的にそう感じた、はい、呪物が原因だと、うん、で呪物の類だとするとそう前置きをして、おそらく祈祷で呪物と君たちの縁を切ればなんとかなるんじゃないかと、うんうん、できればその人形も供養してしまいとのことなんですね、うん、とりあえずそういう話でまとまったということで、俺らもそれで解決できるんだったら早くしてくださいと話がまとまったんです、はい、でその前に俺はずっと我慢していた、だけどもこうトイレに行きたくなったんですよ。あ、なるほど。でちょっと事情説明して、うん、一人怖いじゃないですか。いやこれはね、だからこう他のやつもね、ちょっとツレション行こうよ、うん、で結局6人でねみんな我慢してツレション行ったんですよ、うん、でトイレからの帰り道ですよ、うん、本堂へ続く廊下ちょっと長めのね廊下こう歩いてたら、うん、あの笑い声、うん、すぐ近くにいるね、声が聞こえるんです、うん、それは C が近くだよな、そしたら A がかなり近いな、うん、まあ、確かにかなり近いんですよ。でも姿は見えない、うん、そしたら一番後ろにいた E と D がですね、うん、やばい早く本堂に逃げろっつってね、ね、そしたら窓の上の方を指差しながら叫んでるんですよ、うん、そしたら俺たちが指差した方向へ振り向いてみると、うん、それはいるんですね、そこに。で前と同じように屋根から頭だけを突き出してきて、うん、ほっほっほっずっと言うてんすよ。でうわーってなりながらで笑いながらこのあの真っ黒な目と口をね、うん、こうニコーってしながらずっと笑いながらこっち見てるんですね、うん、でもう全力で逃げるわけですよ。で本堂に着いたらお坊さん2人とさっきのおじさんが待っていて、うん、で今になって気づいたんだけども、おじさんはどうもこの村の村長さんらしいんですね。ほうほうほう。で事情を話すとお坊さんたちはすぐにね俺たちを座らせてお経を読んでくれて、うん、でしばらくお経を読んでると本堂の天井の上の方からも、うん、ほっ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 あの音、はい、自分のね、うん、家で聞こえてた、うん、あの音が聞こえてくるんですよ。でもう怖くてもう身を寄せ合ってね、うん、そしたらしばらくしたら声が聞こえるようになって、うん、よかった。でね、あ終わったかと、うん、安心したんですよね。助かったってなるよね。で終わったか、よかったなってこうでも言い切れないうちに、うん、今度は本堂の横の庭から、うん、いやいやそっち、いやいいかい、
移動してるんですよ、ね、でもう薄暗くなり始めた本堂の障子にですね、夕日に照らされたあの人形の頭が映し出されたんです。うわ、で頭はゆらゆら揺れて、しかも不気味な笑い声でずっと笑ってて、でその時俺は恐怖心と不安感と連日の寝不足でもう耐えられなくなって、ちょっともうおかしくなってたんでしょうね、うん、人形の影を見て恐怖心よりもその姿にイライラしてきて、あ、なるほど、でゆらゆら揺れている姿を見るとなんか分かる、ムカついてきてもう我慢できなくなったんですよね、うんうん、俺はお坊さんたちがお経を読んでる横の鉄の燭台を掴んで、ろうそくも刺さったまま引き抜いて、で周りが止めるのも振り切って障子をガーッて開けて、目の前にあの人形の、あ、もう顔があったから、うん、一瞬俺はそれもうビビったんですけど、恐怖心に襲われたんですけど もう怒りがマックスになったから、うん、人形を磨けてね、ふざけんなっつってそれをね振り下ろしたんです。すげえ展開だな。そしたらバキッて音がして、食材の先端が人形の顔にズーンってめり込んで、そのまま人形は地面に落下してた。ほう、で俺は裸足のまま庭に降りて、さらに食材を振りかぶって人形にさらに打ち下ろすんですね。おー、なんか頭の中に妙な感覚が芽生え始めるんです、うん、でもそんだけやっても人形なおもね、いや、また笑ってんか、もうね、おかしくもないのに、うん、もう俺も笑いたくなってきて、うん、泣きたくもないのに目からボロボロと涙がこぼれ落ちてくるんですよ。症状だ。で明らかにいいと同じ状況、うんうん、ね、それでも俺は食材を振りかぶって人形に打ち下ろすのをやめれない。後から話を聞くと、俺はゲラゲラと笑いながら無表情でボロボロと涙を流していたらしい。しばらくそんな状態が続いてると、どうも食材に残っていたろうそくの火が人形の服に燃え移って、人形が煙をね開けて燃え始めた、うん、はい、友人たちによると人形のほっ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 ていう笑い声と俺のうわーっていう絶叫が混じり合って、薄暗くなり始めた周囲の雰囲気と合わさって、もう異様だったんだ。異様だね。でそれでも俺は笑い泣きしながらこう殴り続けてると、もうどこを殴ったのかもうよくわからないけど、なんかちょっと鈍い音したんですよ、メッみたいな。でその端に俺の中の妙な感情が消えたんです、まあ、消えたっていうかちょっとしらけたみたいな感じなんですけども、なんかこう人形に対してイライラしてたら、イラつきもね、笑いたいっていう気持ちも泣きたいっていう気持ちも急になくなったんです。で俺はその場にへたり込んで、で友人とかこうおじさんがね、大丈夫かってこう来るわけですよ。で人形はもう笑ってもないし動きもしないんですけど、燃えたまんまではまずいので、友人たちとおじさんがこう砂をかけて消したんですね、もう燃えてたから。で理由は分からないけど、俺はなぜか全て解決したような、そんないい気分になってる。でこんな騒ぎの中、お坊さん二人はずっとお経をね、その間もずっと唱えとるわけで、で人形もうほとんど残骸なんですけど、まあ明日詳しく調べようってことになって、で箱に入れてお札貼って、で本堂の方にこう安置したんですね、人形。で俺たちはお坊さんの行為でそのままお寺に泊めてもらうことにした、翌朝俺たちは本堂に呼ばれた。どうやらお経のおかげか、俺がブチ切れたのか原因なのか、理由はちょっと分かんないんですけども、どうやら一応これは解決したよと。そして人形はこのままこのお寺で供養することになったんだけど、結局この人形が何なのか、そのあたりは謎のまんまだった、ただ燃え残った人形の胴体に焼け焦げて消えかかった文字で、寛宝2年という記述と、完全に燃えて文字数しかわからない作者の名前6文字、それとはっきりとはわからないので残っている文字の痕跡からの推測だけども、うん、渦人形っていう単語が読み取れたんです。でお坊さんが言うには、まあ、正体不明だが何らかの呪物であることは間違いないと。燃え残った残骸に頭とこう胴をつなぐ棒の部分があったけども、うんうん、そこにびっしりと何か呪術的な模様が書かれていた痕跡があるのが確認できたと。でその後今に至るまで俺も含めて当時のメンバーには知る限り何も起こっていない、うん、お寺のお坊さんから人形の正体が分かったら連絡をくれるという話だったけども、あれから数年経つが未だその連絡もない。この話はオカルトや怪談に入るのかどうなのかちょっと微妙なところなんだが、他に書くところもないし個人的には非常に怖かった体験なのでここに書きます、それともう何ヶ月も前のことなので会話はうろ覚えなところが多くて、当時こんな感じだった程度に思いつきで書いていきます、不自然に思ったり違和感を感じたらごめんなさい。去年の夏に友人たちと集まっていた時、なんとなく暇なんでどっかドライブ行かないみたいな、そんな感じになって、大した目的もないけども一般道だけを使って長野まで行くことになった。メンバーは俺 A、B、C、まあ合計4人、
まあ暇な時に集まるのは大抵このメンツなんだけども、うん、目的もなく出発したから当然ねすることもなくて、うん、で車内は男4人でむさ苦しくて、うん、だからもう適当に観光地で飯食って、うん、これで日が暮れてかなり暗くなった頃に帰ろうみたいな、うん、そんなね当てもないドライブです。はいはい、はい、で、まあ運転できるやつ何人かいたからこう交代で運転しながらね、うん、長野と群馬の県境ぐらい、お少し前に、うん、浅間山方面がどうのこうのって看板を見たのでおそらくそうなんだっていうね、うん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 、感じで、うん、で、まあ、カーナビを頼りにねこう走ってると、はい、運転していた A が助手席に座っていた俺に、うん、なんか道おかしいな、カーナビこら合ってる、うんうん、言ってきたんですね、はいはい、で俺は特に何も気づいてなかったんだけど、うんうん、言われてみると確かになんか変な感じがする、さっきまで結構広めの綺麗な道路を通ってたはずなのに、うん、今通ってるこの道は道幅も狭くなって、ガードレールはあるの、このガードレールが錆だらけなんですよ、へえ、なんか変やな、うん、で気づいたのが道路もね、うん、あちこちひび入ってるし、ひびのこうひび入ってるその部分からこう雑草が生えてるんだよ、ね、使われてない道みたいな感じだね。で来た道とは違うルートで帰ってきたからこう合ってるかどうかの確証は、うん、あないけども、うん、カーナビにはだいぶ前からずーっと一本道が表示されてる、うん、A 曰く曲がり角とか曲がらずにずーっとこのカーナビが示しているこの一本道を通ってきたと。なるほど。でまあ山の中やし、うん、そんなこともあるんじゃないかっていうね、うん、まあまあまあ、感じでその進んでいく、うん、それから30分経過、走ってもずーっとそんな状態の道が続いてる上に、ね、すれ違う車が1台もない、あーなるほどね、めちゃくちゃ不安になってきて、はい、うんうん、そしたら C が一旦さどっかに車止めてルート再検索した方が良くないか、うんうん、なるほど。でそれね話になってきた頃ですよ、うん、少し先の方にドライブインらしき明かりが見えてきた、駐車場には、あ数は少ないけども何台か車が止まってるのが見えたから、もうホッとするわけじゃない、うん、他に人がいるんだっていうね、うん、安心感のもと、あこれは好都合だねつってドライブインの駐車場に車を止めた、はい、どうやらこのドライブイン無人のドライブインらしくて、うん、店員さんとかはいそうにないけども自販機は並んどる、うんうんね、こう自販機があるから、まあ、とりあえずねこうひとまずトイレ行ったり、うん、飲み物とかね食べ物とかこう確保しようぜみたいな、はい、うんうん、で A と C はまずトイレ行って、うん、で俺と B は自販機コーナーの隣にある休憩スペースみたいなところに向かって、うんうん、でそのね、休憩スペースの入り口のドアを開けようとした時に、うん、俺は入り口の明かりのところに異様なものを見た、うん、手のひらよりもバカでかいガが止まってるんですよ。こんな真夏にでかいがっていうのも不自然でちょっと変なんだけども、でかい、それよりも異様だったのはそのがのね、うん、羽の模様なんですよ。羽の模様、うん、がってねちょっと想像してほしいんですけど、うん、はいはい、目玉みたいなねこう模様があるのはまあよくあるんですけど、あそうね、そのがのね模様っていうのが目玉みたいなね感じどころか、うん、全体の姿が、うん、まるで人の顔のように見えるんですよ。ちょっと気持ち悪いね。で特に、うん、そのがのよくあるその目の部分、うん、がねその丸というより、うん、なんか本物の目みたいな、うん、眼球のような感じ、うん、見た瞬間にうわ気持ち悪いってなって、なるほど。で、俺と B はなるべくそのがを見ないようにこう避けて中へ入っていく、うん、後から思うとこの時点で何かがおかしいと気づくべきだったかもしれない。なるほど。中に入るとそこはかなり広くてテーブルがいくつも並べてあるんだけども、うん、照明がなんかちょっと薄暗いし、うん、床とか壁もねなんかこうちょっと汚いんですよ、うん、小汚いというか、うん、で奥の方にゲームもあるんです、はい、で遠目にもそれはなんか置いてあるゲームもねちょっと古いんですよ、うん、この時代のものよりも少し前のゲームが置いてある、はい、それと端っこの方にテレビがあって、うん、50代ぐらいのおっさんがこっちに背を向けてテレビ見てるんですね、はいはい、で俺はその人になんか妙な違和感を感じたのと、うん、他にもいろいろうまく説明できないような変な違和感、うん、それを感じた、うん、で B にねその感じた違和感をね、うん、こう説明しようとすると B がひそひそ声でちょっと嬉しそうに、ね、おいおいって声かけてきた、うん、何何何おい
なんかあっちに女の子3人組いるぞ、ちょっと声かけてみようと言ってきたんです、はいはい、でね、そっちの方向見てみたら、うん、確かに20歳くらいの女の子3人組がテーブルを囲んで椅子に座ってるようにね、うん、こう見えるんだけども、うん、表情を見るとなんかちょっと不安そうな顔しとると、うん、で、辺りをキョロキョロしながら、うん、同じようにひそひそちょっとね、なんか相談しちゃってるように見える、うん、そしたら3人組のうちの1人が俺とね、こう B に気づいたらしくこっちにトコ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 来たんですよ、うんうんうん、で、B は女の子の方から来たから、うん、ちょっとテンション上がってるんですよ、はいはい、でも俺は不安なの、そういう状況だから。なるほど。違和感感じてるし、はい、そしてその不安、うん、当然のように当たるんです。女の子は俺たちの前に来ると開口一番こう言ってきた、変に思われるかもしれないんですが、ここって関東方面へ抜ける道でいいんですよね。それと気のせいかもしれないんですが、一瞬ね、うん、ちょっとその躊躇した感じの間があって、うん、はいはい、気のせいかもしれないんですが、うん、このドライブインってなんか変じゃないですか。違和感に気づいてる。休憩所に入って以来ずっと妙な違和感を感じてた俺は、自分もなんか変だと感じていたことを話して、うん、はいはい、同じ席でちょっと女の子たちにね、こう事情を聞くことにしたんです、うんうん、そしたら B がね、勘違いして、うん、お前やるな、お前ちげえよ、きっかけ作ったお前やるなB ダメだろなんか、うん、でね、言ってきて、それムカつくんですよ、ちょっと、うん、何言ってんのお前みたいになってでね、でもこぶっちゃけて言うと、俺もちょっとワクワク感がなかったわけじゃないんだけども、まあまあね、まあ ね、それよりも違和感と不安感の方が勝ってるんですよ。なるほど。で、話聞いてみたらね、うん、だから彼女たちも自分らと同じように車走らせたら、うん、同じですよ、道が整備されてない細い道になっていって、ああどうしよう、やばいよねみたいな会話をしてたら、うん、このドライブインを見つけたと。だから一回車を止めて確認しようみたいになったんですよ。なるほど。で、この休憩所に入ったところ、なんかあっちこっちの違和感感じてきて、もう怖いと今、うんうん、どうしようかと話していたそのタイミングで2人が入ってきたから声をかけたんです。なるほど。ちなみに B はなんかもうまるで空気を読まずに、もう、うん、お前頼むよ、ちちちちちなくなろせみたいな、うん、言ってんすけど、なるほどね。後から聞くと、うん、内心ね、 B は、うん、不安だったんだ。ああそうなんだ。不安やから、うん、その裏返しにちょっと楽しい感じにしようみたいに思ってたと。ね、そうなっちゃってたんだ。そんな感じでお互い状況を説明し終えた頃にですね、はい、女の子の一人が、うん、それでね、あそこのテレビの前にいる人なんだけど、ああそうだって言い出したんです、うんうん、でね、そう促されて俺もね、その人改めて見てみたんです、うん、そしたらさっきの違和感の正体に気づくんです、はい、ちょっと遠くにいたんでパッと見は気づかなかったんですけども、うん、テレビとテーブルでその人のサイズの比率が明らかにおかしいんです。少し遠くにいるにしてもその人、うん、おじさんね、うん、異様にでかい。でかいんだ。多分立ち上がったら3メーター4メーターあるんじゃないかっていうぐらいの比率なんです。さすがに B もちょっと空気読んでね、うん、でかすぎるよねって言うんですね、うん、でさらにその女の子なんですけど、うん、あとね、あの奥のあの置いてあるプリクラのところなんだけど、はい、でそっちの方見てみたら、はい、入ってきた時俺ら気づかなかったんだけども、ロングスカートみたいな格好したね、ロングスカートを履いてるような女の人の足が、ほうほう、古いプリクラの周りにあるカーテンの下から見えるんですね。へー、うんうん、プリントクラブの時でしょうね。懐かしいですね。ありましたね、最初のところね。アトラスが出してた、ね、アトラスが出してたね。ジャック・フロストかなんか出てたよね、フロスト君とこう映れるそうなんです。多分聞きでしょう。懐かしいです本当に。でその子が言うには、うん、あの女の人ってね、自分たちが来た時からずっと一人であそこにいて全く動かないのよ。なるほど。でさらにこう続けて、うん、あとなんか変な音聞こえませんか。音、なんか人が話してるような声聞こえるんですよ。言われてみると、うん、入ってきてから何か音は聞こえてたんだけど、うん、なんかね、こうエアコンとかね、はい、こう機械の音ってあるじゃないですか、みたいな、うん、イオンね、うん、で、でそれだなと思ったんだけど、よく聞いてみるとボソ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 大勢の人が喋ってるような声にも聞こえてくるんですよ。なるほど。どこで話してるのか全くわからないけども、うん、とにかく分かってることはここが変だってことなんですよ、うんうん、で
そんな話をね5人でしてたら、はい、休憩所と自販機コーナーの間にあるドアが開いて、うん、A と C が入ってくるんですよ。あ、入ってきた。でこのね俺らのこの、ね、5人組を 見てね、うんうん、お前ら何ナンパしてんだよ、うん、みたいなトーンで来たんですけど、はいはいはい、いやそんなことよりさ、ちょ こっち来てなんか変なのあるんだよって、うん、真顔で言ってきたんですよ。ほう。 A もふざけてる様子もなくて、うん、俺と B が変なのってなんだよって聞いてみたら、はいはいはい、うまく説明できないからとりあえず自販機のところに来てくれと。自販機、うん、でこっちも、ね、変なことが山盛りやったから、うん、いやいや、ね、言いたいよね。なんかね A と C にこっちもなんか変なことだらけたよみたいな感じで話しながらね、うん、女の子たちもねちょ一緒にこう連れて自販機コーナー行ったんです、はい、で自販機コーナー入ってみると、うん、A がね、うん、これ見てよ。でカップでねコーヒーなど売ってる自販機指さしたんですね。でその自販機っていうのはパッと見はよくねドライブインとかにありそうなもんなんですけども、うん、液晶画面がついていて、はい、でそこで商品の紹介とか CM などを流す普通の自販機に見えるんですが、うん、普通の自販と明らかに違う部分が1点あるんです、うん、液晶画面のところに明らかに映像ではないどう見ても生身の口があって、それがねいらっしゃいませいらっしゃいませとか喋ってるんですよ。あーで C がねいや変だろこれ、なんこれ最初俺たちがこうね入ってこう人が入ってるんかと思ってさ、うんうん、で声かけてみたり自販機叩いたりしてみたんだけど何の反応もないんだよ、というねそれに付け足して、うん、この口の周りさ唇から外はどう見ても普通の液晶画面に見えるだろう、うん、何これ、うん、どうなってんの。明らかにこのドライブインは何かがおかしい、現実離れしているというか、なんというか、とりあえず A と C にこっちのね事情を全部話して、うん、一旦外に出ようみたいなことをねこう話したんですね、うん、で休憩室の方を見ていた女の子が急にね、うん、ちょっとあれどうしたもう動揺した感じで言ってきて、うん、で俺の肩を譲りながら休憩室の方を指さしてくるんですよ。でその方向をね、うん、俺も含めて全員見た瞬間絶句した、うん、さっきプリクラのところにいた女の人が出てきててこっちに向かって歩いてきてるんですけども、うんうんうん、その歩いてきてる女の人上半身がないんですよ。厳密には下半身から上の部分がこうロートってあるでしょ、はいはいはい、こうね瓶に入れるようなロートを逆さにしたように収束していて、上半身とかなんというかその部分は棒とか紐とかこうねいうようなまっすぐ上に伸びてるんですね。怖っ。それが歩くたびにゆら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 揺れながらこっちに向かってきてるんですよ。怖い。まあ姿からしてね、うん、人間じゃないじゃないですか、うん、でその物体は俺たちを気にすることもなくてそのままトイレの方に消えていったんですよ。一体ここは何なんだよ、うんうん、当時の俺たちはあまりのことにも思考が追いつかなくて、うん、もうただただ動揺するしかなかった、はい、とにかくここ出よう、そうよい、ね、もうそう考えた俺らは、うん、カーナビ通りだったらこの先へ進めば群馬か埼玉の街中へ抜けれることを確認してね、うん、カーナビ見て、うん、で女の子たちにはそんなにスピードを出さないからついてくれば大丈夫だからっつって、うんでね、こう話していると、はい、突然後ろの方駐車場の奥にある林の方からかなりの人数の人影がねバババババババって出てきて、で、まあ、目測でねこう 5,60 人ぐらいの人影がバーッ出てきて、でこう一斉にこっちに降りてきてるんです、その人影が。それが見えたんですね。でさらに人影以外に林の方から何かがこっちに向かってジャンプして突っ込んできて、俺らがのこの車の隣に駐車してたトラックにドーンとぶつかるんですよ。で街灯の明かりに照らされて、でそれ信じられないことなんだけど、それは1メーター以上ある巨大なウジ虫、気持ち悪いなとしか言いようのないもの、もので衝突した衝撃でトラックのガラス割れて、でそのウジ虫の方をね、うん、こう地面に落ちて黄色い体液みたいなものを流して、うわやですね、でうね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 動いてるんですね、それ、はい、しかもそれ一匹だけじゃないんですよ、うん、少なくとも見える範囲だけであと 7,8 匹跳ねとんですよ、何匹かこっちに向かってくる気配、うんうん、でこのままやったら自分らの車にも突っ込んできて壊されたらもうやばいじゃない、うん、で身の危険を感じた俺らは女の子たちも早く車に乗れっつって、うん、で何を思ったか彼女たちね、うん、反対の方にかけていって、うん、駐車場と、うん、いやいやそっちじゃない、なんで車に逃げようっつって、うん、ね慌てて追いかけた俺らに向かってこの中に入って
隠れてやり過ごそうよって言うんですね。ほう、違う提案してきた、はあはあはあ、駐車場の隅っこにある、うん、プレハブの倉庫らしい小屋を指さして、ここに隠れようよって言うんですよ。で俺はもう明らかにね、彼女たちパニックになってて、うんうん、もう冷静な判断取れなくなってると思って、うん、車だよ、車の方がいいだろからっつって、うん、で怒鳴ってね、4人で腕引っ張って無理やりねこっちに連れ戻してきて、うん、したらかなりねそのさっき見た 5,60 人の人影がもう近くまで迫ってきてるんですよ。しかもその周りには飛び跳ねる巨大な蛆がね、バン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 飛んどると。で無理やり彼女たち車に乗せて、でパニックになった女の子たちだけだったら不安だから、うん、こう B と C が彼女の車に乗り込んで、はい、で彼女たちの車の方は B が運転してドライブインからブーン逃げたと。で道路に出て後ろ見てみたら、こうついてきている女の子たちの車の後ろにウジ虫がジャンプしてるんですよ。いや来るのかよ。さすがに車のスピードに追いつけない。あ、よかったね。そのうち見えなくなったんですよ。はい、で小1時間走るわけですよ、うん、で今から考えてみると距離的にね、麓までそんなに時間がかかるとは思えないんだけども、うん、下の方にやっと街の明かりが見えてきた。よかった。すると後ろの車に乗っている C から女の子たちがトイレに行きたいって言ってるから、どっか公衆トイレかコンビニとかね、こうちょっと一回止まってくれよっつって電話がかかってきた。でしばらく車走らせてると公園かなんかの施設の駐車場らしきねスペースがあったんです。でそこ、あ、ここ止めようっつって、で止めました。でさすがにあんなことがあったのでトイレには俺らもついていこうかって聞いてみたんだけど、いや彼女たちはもう大丈夫だよっつってね、3人で行ってくるわっつってさっさと行っちゃった。まあまあまあ言うてもね、街の明かりも見えてるから安心できるよね。もうほとんど街中みたいなもん。でもさすがに大丈夫だよなってそのまま行かせて、おいで状況をねちょっと説明し、この警察にね言って説明した方がいいのかなみたいな会議してたんですよ。でこの後どうしようかみたいなことも話しながらね、こういろんなことを喋っとったんですね。あれ3人戻ってこないね。あれ結構時間経った。なるほど。お10分以上戻ってきてない。さすがにおかしい。で駐車場脇にある公衆トイレね、はい、行くわけですよ、うん、でこれかけるんですけど、うん、返事してこないですよ、で中を確認しようとしてもね、女子トイレに入っていくのもちょっと気が引けると、まあね、だからもしかしたら自分らが来るのとすれ違いでね、まあまあ行ったかもしれないね、可能性あるから車に戻ったけども車に戻ってる気配もないんですよ。いよいよやばいんじゃないですか、うん、でひとまずまあ、こう入れ違いにまたなるとあかんから、うん、俺だけ車の前に残って、はい、ABC でもう一回トイレを探しに行くことにしたんです、うんうん、で待ってる間俺はなんとなくだけども彼女たちの車を見てた、うん、そしたら一箇所ドアが開いているのが見えたんですよ。おう、あれ戻ってきたんちゃうか、うんうんうん、近寄って車内見たけど、うん、誰もいないです、うん、あれさっきからドア開いてたかな、うん、そう思ったんですよ。はいはい。あれみたいな感じで車内もう一回見てみたんですね、うん、そしたら座席のところから3人のうち誰かのものらしいバッグが地面に落ちかかってて、なんとなくだけど、うん、そのバッグを奥に戻そうと手を触れたところ、うん、バッグが地面に落ちて中身がビッて出たんですよ、うん、バッグの中、うん、なるほど。しかもあこれね、口紅かこうリップクリームか何からしきものがコロコロと転がっていってしまってるんですよ、うん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 、あこれはちょっと戻さないやばいよねっつって、うん、で転がっていたものを拾って振り返ってみると、うん、トイレに向かった ABC が戻ってきてたんですよ、ね、で A が言うにはさすがにおかしいのでトイレの中にも入ってみたと、うん、でも誰もいないんだよって、だからすれ違いになったんじゃないかって戻ってきた。なるほど。これやばいでしょ、ね、この状況いなくなってんじゃん、ね、自分たちも犯人扱いされちゃうから、ね、下手したらね、うん、のやばいよねってドライブインでの出来事を信じてもらうかどうか不安だったけど、うん、彼女たちのことが心配だから110番したんですね。で警察行きます。で警察が来るまでの間交代であちこち探したけども、うん、結局見つからずに15分ほどで警察が来ます、うん、で警官がねこうパトカーから降りてきて、でこれまでの事情を話してると警官がね変なこと言ってきたんですよ。ほう。それでその女の子たちの車ってどれのこと言ってんの。え、うん、いや俺らのこの車の横に止まってるあるじゃん。呆然。間違いなく警官が来るまで車そこにあったのに、うん、彼女らの車がないん。いや嘘でしょ。なんでで4人であちこち探したけども、うん、その駐車場そもそも自分らの乗ってきた車しかないんです。
だ警官が怪しがってくるんですよ。ああああ、不審そうにね、こっち見てんのかなみたいな、何これみたいになってきて、でかなり気まずい状況になってしまったんだけど、うん、ふと思い出してさっきぶちまけたバッグですよ。ああ、はいはい、車にねこう戻し忘れてそのまま俺らの車の屋根に置きっぱなしなんです、うん、バッグね、うんうんうん、それを思い出して、で屋根の上を見るとバッグあるんですよ。へえー、あんだ。で警官にねこれが証拠だっつってバッグを見せて、はい、でとにかくどういうことなのかわからないけど探してほしいんだよお願いしますよっつって、うん、で一応証拠品としてバッグは受け取ってくれたけども、うん、話自体はいやもう口頭無形すぎて信じてもらえないんですね。なるほど。だからこう俺らは住所と連絡先を聞かれます、うん、で後日話を聞くかもしれないから、うん、今日のところは帰りなさい、はい、返されたんです、うん、この後実はちょっと面倒なことになった。ほう。俺たちが警官に渡したバッグ、うん、手帳と携帯から身元が分かって、うん、もうね10年以上前に失踪届の出ていた短大生のものだったんです。マジかよ。俺ら事件に関係があるのではっつってね、こう疑われ、当然ね、事情聴取受けるんですけど、そもそも10年前なんで、うん、俺ら子供なんですよ年齢的にね。で俺ら4人とも進学でね都内にやってきただけで、うん、そもそも長野も群馬も地元でもないんですよ、うん、なるほど。はい。であの当然失踪した短大生とも何の関係もないことはすぐに分かって疑いは晴れます、うん、ただバッグの入手先だけはかなり詳しく聞かれたんですね、うん、で警官が言うには俺らが通ってきた道にこう証言にあるようなドライブインなどないんだよ。ないんかいなおい。現場検証も兼ねてパトカーで来た、うん、道を逆にたどったりもした、はい、そしたら例のドライブインどころか、うん、お前らが言ってた整備されてない荒れた道もないのよ。ただ、うん、事情聴取の時に見せられた短大生の写真、うん、はい、3人組のうちの1人で間違いない。いやそうなんだ。バッグのこともあって、うん、警官からまた話を聞くかもしれないからねって言われたんだけど未だその連絡はないんです。はあ。ただ今思うと、うん、いろいろと彼女たちには不審な点があります、うん、見た目が失踪当時のままという一番異様なことはまず置いておくにしても、うん、まず一つ目なんですけど、はいはい、彼女たちは俺たちと同じルートでドライブに到着したはずなのだが、ね、到着した時間にそれほど時差はないはずなのに、うん、俺たちはあの道で一度も前方に車のヘッドライトなど見てないんです、うん、見通しのいい場所も通ったのにヘッドライト一つ見てないんです、うんうん、二つ目俺たちが彼女たちに話しかけられた状況、うん、あんないような状況で普通いきなり入ってきた見ず知らずの男2人組に何の警戒もなく話しますか、うん、まあ確かそうだね。警戒するでしょ、うん、で3つ目逃げ出した時のあの状況、はいはいはい、プレハブ小屋の中でやり過ごそうと提案したのは本当にパニックになっていたからなんですか、うん、そもそもあんないような状況で3人が3人とも何の示し合わせもせず疑問も持たずにまっすぐプレハブ小屋に行きますか。あ、行かないね。小屋には鍵がかかってたかもしれないし、うん、すぐ目の前には自分たちの車があるのに、ね、絶対車行くじゃない。行く。で最後にあんな異常な状況にあったばかりなのに、うん、3人もトイレ行く？行かないね。行かないでしょ。考えれば考えるほど不審な点多すぎるんですよ、うん、もし逃げ出す時に彼女たちの優雅ままプレハブ小屋にもしね、うん、こもっていたら俺たちはどうなっていたんですか。なるほど。彼女たち3人の言動は今から考えると何らかの悪意があったようにしか思えない、うん、そもそも俺たちは彼女たちがなぜあの山道を通ったのかその理由すら知らないんだよ、うん、ちょうど2年ぐらい前のことです。旅行に行きたいのでバイトを探していた時のこと。暑い日が続いてて汗をかきながら求人をめくっては電話をしてました、うん、ところがなぜかどこもかしこもダメ、うん、ダメダメ、うん、見つからないですよね、はい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 、擦り切れた畳の上にもう大の字に寝っ転がって適当に集めた求人情報誌をペラペラとこう悪態つきながらめくってたんです、うん、イメージしやすいなんとなくそういう光景ね。不景気だな、うん、節電のため夜まで電気を落としています。暗い部屋に落ちそうで落ちない夕日が差し込んでいる状態、窓枠に遮られた部分だけがまるで暗い十字架のような影を畳に落としていました。おお、詩的な表現。遠くで電車の音が響きます。
人西浦和さん手ですか。いやなんか結構ね、情景描写っていうのがなんか、まあ、リアルっていうか詩的ですよね、すごくね。これ西浦和さんちゃうかな、書いたの。書いたの。時期的には書いててもおかしくなさそうだけど、目をつむると違う部屋から、うん、読めない感じの香りがしてきます。読めない感じの香りってどういうことですか。どの辺すごいこと言ったな。読まれへんやろこれ。誰が読めるん逆にこの感じ。あ、夕げでしょ。すごいな、夕食の香りみたいな。これで夕げって読むの。これ朝げっていう味噌汁のなんか種類があるじゃん、あれのなんか違うパターンみたいなやつ。夕げね。そうそうそう。いやあれでも開かないし。朝げはね。朝げも漢字はあるけど。朝げ昼げ、まあまあまあ、夕げ開かないし。まあ、そう夕げなんだ、はい、これは。目をつむると違う部屋から夕げの香りがしてきます、うん、カップラーメンあったかな。私は体をだるそうに起こし、散らかった求人雑誌を片付けました、うん、ふと偶然開いたのでしょうか、ページがめくれて、お、そこには一応件名は伏せておきます、うん、が、まあ、某県のね、旅館がバイトを募集しているという内容だったんです、うん、でその場所はまさに私が旅行に行ってみたいと思っていたところ。ちょうどいいじゃん。条件は夏の期間だけ、ね、期間限定のもので、うん、時給はそんな高くないんですね、うん、ですが住み込みで食事付き、ほう、これには強く惹かれた、うん、ずっとカップ麺しか食うてないんですよ。まあまあまあね、美味しいもん食べてえなっつって、はいはい、でまかないでもね手作りのものが食べれるっつったら、まあ、いいでしょ、テンション上がるしね、うん、しかも場所は行きたかったとこなんですよ、うん、もうすぐに電話かける、うん、はい、ありがとうございます、まるまる旅館です。あ、すいません、求人広告を見たものなんですけども、まだ募集してますでしょうか。ああ、少々お待ちください。ザザ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 ザ、いいいそう、ザザザザザザザ、受付は若そうな女性だったんですね、はいはい、でも電話の向こう側で、うん、低い声の男、おそらくは宿の主人かな、うんうん、そんな人と小声でね会話をしてた、はいはいはい、なるほど。で当時は携帯電話ではなく、うん、家のね電話なんですよ、はいはい、私はドキドキしながらなぜか正座なんかしちゃったりして待ってたと、うん、やがて受話器を握る気配がしました、うん、はい、お電話変わりました、バイトということですか。はい、〇〇求人でここのことを知りましてぜひお願いしたいんですけども。ああ、ありがとうございます、こちらこそお願いしたいです、うん、いつから来れますか。いつでも私は構いません。じゃあ明日からでもお願いします。すいません、お名前は。神尾です。ああ、神尾くんね、早くいらっしゃい。トントン拍子で、決まったじゃん。まあ運が良かったというか、ね、うん、いきなり決まっちゃったんですよ、はいはい、で私は電話の要件などを忘れないように録音するようにしてるんですね。なるほど。で再度電話を再生しながら必要事項をメモに取っていく、うん、住み込みだからね、こう持っていくものの中に保険証とかも必要ですよって言われてたんですね、はいはい、だそれもいろいろとこうメモしながら、うん、でその宿の求人のページを見ると白黒で宿の写真が写ってた、うん、まあこじんまりとしてるけどもこう自然に囲まれたね、うん、なんか雰囲気良さそうな場所なんですよ、はい、で私は急にバイトが決まったんで、しかも行きたかった場所じゃないですか。よかったよね、だからもうほっと ね、胸を撫で下ろして、うん、でもねなんかおかしいんですよ。なんかね、こう気分はねいいから鼻歌を歌いながらカップ麺を作るわけなんですよ、うん、なんかね鼻歌もちょっとおかしいんですよ。え、日はいつの間にかもう暮れてね、はい、もう夜ですよ、うん、で開けっぱなしにしてる窓から、うん、ちょっと湿気が多い生温かいぬるい風が入ってくるんですね、うん、おいで出来上がったカップ麺をすするんですよ、はい、何がおかしいのかそこで気づくんですね、うん、条件は良くて、うん、お金を稼ぎながら旅行も味わえる、うん、できっと女の子もいるはず、うん、旅館だったら出会いもあるかもしれない、うん、だが何かおかしい。暗闇に窓のガラスが鏡になってる、その暗い窓に自分の顔が映ってるんですね、うん、なぜか全く嬉しくなかったんです。理由は分からないけどめちゃくちゃ落ち込んでるんですよ。何それ、どういうこと。窓に映ったまるで年を取ったかのような、うん、性器がまるでない自分の顔を見つめ続けるんです。はあ、
次の日、うん、ひどい頭痛で目覚めるんです、しかもね、うん、おえってこっちってね、おえつを漏らすぐらいうわってえずくぐらい、うん、体調悪い、ね、急に風邪ひいたかなと思って、でこうフラフラしながら歯磨くんです、はい、そしたらねこう歯磨いてたら歯茎から血が出てくるんです、うん、どうした血が滴って、うん、で鏡でね顔を見るわけじゃないですか、うん、でもびっくりしたんですけど目の下に墨で描いたみたいなくっきりとクマできてるんです、でもう真っ白顔、うん、まるでねバイトを辞めようかとも思ったんですけども、すで、うん、に準備はね夜のうちに整えてるわけじゃない、うんうんうん、しかし日が乗らないんですよ、うん、その時電話が鳴るんですよ、はい、おはようございます、〇〇旅館の者ですが神尾さんでしょうか、はい今準備してるところです、うん、今から出るところですよ、わかりました、あれ体調が悪いんですか、失礼ですが声が、ああすいません、寝起きなんでごめんなさい、うんうん、あ無理はしないでください、こちらにつきましたらまずは温泉など使っていただいて構いませんので、うん、初日はゆっくりと過ごしてください、うん、そこまで忙しくはありませんので、うん、優しいですよ、いいじゃんね、全然ね、ああ大丈夫です、ああありがとうございます、うん、でねこんな感じだったんで、はい、まあ電話を切って家を出るわけですよ、うんうん、であんなに親切で優しい電話ありがたいじゃないですか、ね、でいい展開じゃないですかね、でもね電話を切ってから今度寒気してくるんです、なんで体調が悪いと思ったで、ドアをね開けて出ようと思って、うん、ドア開けた瞬間にクラクラクラ、めまいして、どうした、まあでもとりあえず旅館までね行かないと着けば休めるから、うんうんうん、温泉も入れるし、はいはい、で私はねこう通る人が振り返ってくるほどフラフラの状態で駅へ向かうんです、はい、そしたらね雨降ってきたんですよ、はあ、コンディションがどんどん悪くなってくるね、傘も持ってきてないじゃない、あそう、ね、だからもう駅まではもうちょっと濡れながら行かなか、最悪だなんかでね、まあ、雨に打たれたからかなのかわからないですけど、うん、咳込み始めた、はあ、早く旅館で休みたい、うんうん、でこうびしょ濡れになりながら駅にたどり着いて切符を買う、はい、でその時に自分のねこう切符を買ってる時に手見えるじゃないですか、うん、手見てびっくりしたんですよ、カッサカサなってる手が、でねこう濡れてんのに、うん、こうカサカサになりすぎて肌がひび入ってこうひび割れを起こしてるんですよ、でまるでねもう本当にもうカラッカラの状態でもう老人みたいなこう手になってしまっていて、あ病気なんかな、うん、旅館まで無事につけるかなみたいな感じでね、うん、でこう手すりにすがるようにしてこう、ね、自分の足を支えながら階段登っていったんですよ、うん、でも何度も何度も休みながらこう上まで行って、で電車が来るまで時間が多少あったんでね、はいはい、こうベンチに倒れるように座り込んで、うん、でねもう座り込んだのはいいけどもうクンクンの咳出るんですよ、うんうん、でだんだん息も切れてきてって言ってね、うん、であーってこう喋ってみたら声も枯れてるんですよ、カッサカサの声で、で手もねしびれてきて、わわわわわ、でも足もちょっとしびれてきてるんですよ、やばいでしょもう、でもうガン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 頭も痛くなってきて、うん、でねもうこう咳止まれへんから、はい、ってなるわけじゃないですか、うん、だからってなって思わずちょっと手がずれたんですね、うん、ってなったら血がビャーって出るんですよ、うわで血が出たと思ってハンカチで口を拭って、うん、でこれ見たらもうハンカチに血べったりついてるんですよ、ちょっと大丈夫ですか、でも目も霞んできてね、その霞む目でホームを見てたんですよ、でもう自分の頭の意識の中早く旅館へってなってるんですね、でやがてで電車がねこうゴーッと入ってきて、でホームにねこう滑り込んできたんで、こうドアが開くわけじゃないですか、はい、でこう乗り降りする人々を見ながらねこうね重い腰を上げるわけですよ、うん、だからねもうねまるでおじいさんですよ、腰痛がひどいんですよ、うわーってなって、うんうんね、でもうフラフラな状態で、まあ、乗り込むわけですよね、うん、でこう体中が痛む中あの電車に乗ればと思って、うん、こうもうやっとの手で乗降口にこう手をかけれた時に、はいはい、うん、車内からね、うん、鬼のような顔した老婆が突進してきたんですよ、どうした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 、でガーン当たってお吹っ飛ばされてホームに転がったんですよ、わで老婆もよろけたんですけど、うん、再度襲ってきたんですよ、何老婆それで、この老婆と取っ組み合いの喧嘩になったんですね、すごい展開だな、でもね悲しいかな、うん、老婆やのにめっちゃ強いんですよ、老婆が私の手には力がないんですよ、あそっか、老婆の方が生き生きしてるから、すげえな、でもうやめろよっつって、うん、やめてくれって、ね、あの電車に乗って旅館に行きたいの俺はっつって、でもね老婆がね、なぜじゃーって、
ここで出てくると思うじゃん。ここで出てくると思わなかったな。老婆がすごい。絶対電車の中からの老婆は展開し聞いたことなかった。油断してたでしょう。今回はないと思ってた。好きなあの老婆ですよ。なぜじゃ。いや老婆が好きなわけではないですけどね。この展開で出てくるのが好きだっていうことだけど、これどういうことなの。老婆はまたがってきて、うん、顔をわしづかみにして地面に押さえつけながら、いやなぜじゃ。いやいや聞きたいよこっちが。いや旅館に行けなくなってしまうってなってて、うん、やがてこう駅員さんたちが駆けつけてきて引き離されるわけですよ、はい、その間に電車は行っちゃうんですね。でも立ち上がることもできずに、もうちょっとね座り込んでたんですよ、うん、あーみたいな感じで。でね、こうやがて引き離された老婆がこうね、うん、息を整えながらね、こういうふうなことを言ってきたんです、うん、よう聞け、お主はな、引かれておる。危なかったな、うん、要するに引っ張られてるってことですよ。それを言い残して、うん、老婆は去っていったんです。去っていったので、こう駅員さんとね、はい、こう 2,3 応答したけども、うん、すぐに帰りなさいっていうことで帰らされたんです、で駅を出て仕方なく家に戻るんですね。で家に戻るんですけど、そしたら体の調子が戻ってきたんですよ。これはどういうことなんだろうね。で声も出るようになって、うん、でふと鏡を見たら血色めっちゃいいんですよ、あんなに白かったのに、ね、で何これと思いながら家に帰るわけですよ、うん、でこう荷物下ろしてね、ちょっとさっきまで咳込んでたから座れへんかったタバコに火をつけてみるんですね、うん、あれうまいってなるんですよ、うん、あんな咳込んでたの、さっきと全然違うじゃん。でちょっとタバコ吸って落ち着きを取り戻してね、うん、これ改めてちょっともう行かれへんかったから、うん、旅館断ろうと思って、連絡しなさい、旅館の電話番号を押したんですよ、はい、そしたら無感情な軽い声が返ってきたんです、うん、この電話番号は現在使われておりません。なんでってなって押し直すんですよ、もう一回、はい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 、この電話番号は現在使われておりません。何ですか、この電話番号は現在使われておりません。なんでってなって、うん、でも混乱するでしょ、うん、パニックになるじゃない、うん、そしたらこの番号で、うん、今朝ね電話がかかってきたことも今確認してるじゃない、はいはい、この電話番号にかけてるから朝、うんうん、そうだね、話してるじゃない、うん、いやおかしいんですよ、おかしい、うん、おかしいおかしい、もうパニックですよ、うん、で気象面のことにこうね通話記録取ってたのを思い出したんですよ、これ。ああ固定電話によくあるからね、で最初までその記録を巻き戻して、はい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 、聞いてみるんですよ、うんうん、でこうキル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 って戻ってって、はいはい、ガチャッつってね、うん、再生するんです。ザザザザザザ最初ね、はい、ありがとうございます、丸々旅館です。あれおかんがしてくるんですよ、そこで、うん、で若い女性だったはずじゃない、うん、最初そうだね、うん、でも声がね、うん、低い声の男性になってるんですよ。あ、すいません、求人広告を見たものですがまだ募集してますでしょうか。え、少々お待ちください。ザタザタザタいそうザタザタ、うん、そこでね、うん、何が話し合ってんのかが、うん、こうね、うん、聞こえてきたんですけど、うん、巻き戻してこう音声上げてみるんですね、はいはいはい、だからさっきみたいにね、うん、少々お待ちください。ザザザザザいいそうだ、巻き戻すんです。ザザ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 むいここそうだ、巻き戻すんです。ちゃんとちゃんと今日ちゃんと聞こえる、巻き戻す、もう一回聞いてみますね、うん、寒い、凍えそうだ。ああ、そういうことだったのか。で、子供の声が入ってます。さらにその後ろで大勢の人間がうーっつってうなってる声が聞こえます。もうそのうなり声も聞こえてきた瞬間にうわーってなって、うん、で、もう汗が滴ってきて、もう電話をバカ話してね、うん、そしたらするとね、こう電話をバッて話しただけやから通話記録はそのまま再生されてるから流れてくるんですね。はい、ああ、ありがとうございます。こちらこそお願いしたいです。いつから来れますか？いつでも私は構いません。まあね、この喋った記憶あるからね。で、しかしね、こう私はおじさんと話をしていたはずなのに、うん、そっから流れてくる声は地面の下から響くような老人の声なんですね。神尾君ね、早くいらっしゃい。うわ。プツッ、そこで通話切れるんです。はい。いやもうね、冷や汗と。
もうなんかわっきょっかの状態になって、ぶわ汗も出てきて、うん、でね、気づいたら外は土砂降りなんですよ、はいはい、で、金縛りにあったみたいに動けなかったんですけども、うん、まあようやくね、ちょっと落ち着いてきて、うん、そしたらそのまま通話記録が流れるんです、はい、今朝、かかってきた分、うん、ね、うん、そしたら話し声、うん、自分の声だけだった。死ね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 、はい、今準備してるところです。死ね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 、あーすいません、寝起きなので。死ね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 、あー大丈夫です。あ、でもありがとうございます。電話ごとブチッ引き抜いて、怖いからこれ、うん、ね、もう喉もカラカラなって、なんやこれってなって、うん、何これみたいになって、でその時にこうたまたま手にね求人ガイドを握ってたんですよ、はい、で震えながらそのページ探してみるんですね、うんうんうん、どのページかっつって、うんうん、そしたらなんかおかしいんですよ、もうね手が震えてきてて、そのページあったんです、うん、綺麗なはずやのに、うん、その旅館の1ページだけ、うん、シワシワでシミだらけになってて、うわ、でそのシミがね、うん、大きく広がってちょっと端っこ焦げとんすよ。何それ、うん、どう見てもこの1ページだけ、その旅館が載ってた1ページだけ古い紙質なの。へえ。でもそれこそ数十年前からこう持ってる古雑誌みたいな感じになってて、うん、でそこにはその旅館ね、見た時はこうね、なんかちょっといい雰囲気の旅館が載ってたでしょ、写真。そうじゃん。でもそこには全焼して燃え落ちた後の旅館が写ってるんですよ。でそこに記事が書いてある、うん、死者30数名、台所から出火した模様、うん、旅館の主人と思われる焼死体が台所で見つかったことから、うん、料理の際に炎を出したと思われる、うん、泊まりに来ていた宿泊客たちが逃げ遅れて炎に巻かれて焼死、うん、求人ちゃうやないか。なんでそんなこと書いたんだってことで、でね、その求人雑誌が風にめくれてるんですけどね、うん、もうそれを見ながらもうね、こう意志みたいに固まってもう動けなくなってしまったんですよ。でその時不意にね、雨足がちょっと弱くなってきて、はい、でこうさっきまでバーッて雨が降っててね、うん、何の音もね、この雨音にかき消されてたんですけども、うん、一瞬時が止まったように静寂の状態が自分を包んだんですね、うん、でピーンってなった、あれ静かになったな、電話鳴った。